やあ、刹那圭介だよ。ライトさん。皆さんに謝っておかなあかんことがあります。ライト、ため撮りで、全パートっていうか、最終回もね、収録しとったんですが、パート7だけ、ちょっと消してしまって、セーブのポイントが、セーブしとったポイントの都合上、そのパート7が、やり直すことが、最初からやり直さんかったら取れん状態になったんで、それ、まあ、最初からやり直して、今、パート最終回まで取った上で7をまた取り直すっていう、そんな状態になっております。すいません。ここからのパート7の終わりのところまで収録して、まあ、最終回まで収録した状態でやってしまうんで、ちょっと変な感じになってますが。だんだんと増えて固まって、ぬぬぬ。あれ？前回のパートってこれ食ってから終わったんだろうか。まあいいや。声倒せばそれでよ。あ、待ってよ。待ってよ。ちょっと待ってね。伝説のアイテム取ったっけの、まあ、感じやな。取ったと思う。多分いろいろ探索したけん取ったと思う。やり直しても取ったもんは取ったと思うけんあるね。よかった。これつけておかなかったらちょっと戦闘がすっごいね。あれなんだ。威力。この威力。やり直すときもこの伝説のアイテムだけは取らんかったらあかんなって思っとったぐらい。やだ。もう二度とこんな形の嘘を食べたくない。全部食べてないか、いいのか。うん。ドロドロを作れなくなるまでには食べたからね。もう食べたくないから。うえぇ、許して。ほま、ほら。甘いもん、やるから口直しとけ。わ、プチシュー。でもポジションめちゃくちゃたくさん持っとると思うんですけど、ですよね、20個もあるわ。あいつ先に行きやがって、俺が一番乗りじゃ。俺が一番、あれ俺、FE だと同じこと言っとるやん。どうした？またドロドロになってるな。また戻れそうにないね。進むしかないな。行くぜって思って、行き始めた瞬間出てくんな、お前。よ。また会ったね。調子はどう？姉さん。さっきもだが、一体何なんだ？俺に兄弟なんかいない。お前の兄さんなんかじゃねえぞ。へえ、本当に忘れてる！あの男と、どんな喋り方しよったっけ？前撮った時は。あの時と比べて、僕はだいぶ喋りになったからかな。こんな喋り方だったと思う。あれから全部時間が経ったよね。なら、こうすれば思い出せるんじゃない？何？仮面取るん？美男子だったよ。めちゃかっこいいタイプのやつだった。わー、やべえ。100人の女性のうち98人が、わ、素敵って思うような顔じゃないか。こんなに壁ドンされてみ、女の子イチコロやで。ね、テオ兄さん。お前、シリルか。あはは、やっぱりちゃんと覚えてるじゃないか。あ、この喋り方忘れとっただけ、ちょっとだけ。美男子だったけちょっと忘れとったけど、この喋り方は続けるからな。そうだよね。イノス兄さんのことだって覚えてるみたいだったしね。お前ら、最初からグーだったのか。わあ、集団だったんか。集団でこの事件を起こしたんか。そうか。イーノズ犯人やんけ。結局イーノズ犯人だったじゃないか。誰やねん、イーノズ犯人じゃないわって言ったやつ。さて、どうかな。どうじゃってもう兄さんにも関係ないことだし。裏切り者。めっちゃ怒ってるやん、この人。美男子の顔が台無しやん。何も言う気はないみたいだね。ま、いいけど、とてもドラゴンの子、大丈夫？セブとも聞いてるみたいだけどさ、うまくいきすぎて怖い子がいたな。力の制御がうまくいかないのって。うん、初めて会った時、耳鳴りのようなものは力だ。君の力を不安定にする超音波を出してたんだ。ここまで嘘がもらえるのは人間のせいだけどね。お前の目的は黄金の秘宝じゃなかったのか？こいつの力を不安定にして、お前何の得があるんだ。以上、回答だからさ。宝は、ちゃんと盗まないといけないだろ。こ
これ偽物っぽいけどね。見てわかんなかったかな。裕福なやつは見る目がないで。偽物だったんかい。本物じゃなかったん。うん、まあウィルバーのことやけどな、多分そんな知識はないと思う。間抜けだからな、あいつは。僕は宝がメインじゃないんだよ。あの時俺を恨んでるかって聞いてくれてな。でも兄さんは差しがいいからもう削れずって。だんだん適当になってきよ。シリルのセリフだんだん適当によ、ミョル。嘘をつくと控えるだけ。なんでテオ兄さんは控えないのかな。その嘘にまた嘘を重ねてあやふやにしてるのかな。え、嘘にまた嘘を。そんなことができるん。つまりはごまかしているだけだ。いつ崩れてもおかしくはない。大丈夫だよ、僕は手伝ってあげるからさ。この野郎。完全にアントニオ猪木。ああ、回答がシールが完全に俺の方に。でもね、お前なめんなよお前。ナイフ。レベルが上がってないけん、そんなにスキルでそんなに、あ、エフィーナにいたっては何も覚えてないけど。なめんなよお前。伝説のナイフと伝説のクッキー持っとんの、ダメージ普通常攻撃もダメージでかいぞ。いったんでここまで沈めていったわ。終わり。ダメージ高すぎるだろさすがに。トリプルナイフ、ファイヤー、ドラゴンワイ。え、てか倒せてないんかい。普通に不穏な音流れて倒せてないんかって感じだね。そして雑音。なんだこれ。なんだ、ギャング様がこんなガキのたまり場になんのようだ。赤子か、こいつらが銃を盗んだ。おい、さあ、なんのことだか。人違いじゃないのか。やべえよ、今までに盗んだのバレてんじゃん。どうしよう、殺されてったりするのかな。やめろって、そういうこういうことを言うのな。でもすごく怒ってるし、相手はギャングだよ。なら俺がそのリーダーと話をする。え、だからこいつらには一旦ここにいさせてくれ。逃げねえよ、この辺りはそっちの縄張りだろ。逃げ場なんてないさ。俺たちのミスなんだから俺たちも来なくていい。ここで待ってろ。え、別にいいことしょんで、シド。え、シド。シド、お前。なんかすごい泥だらけの泥遊びした子供みたいになったぞお前。シドが嘘に疲れてる？シド？触るな。いいか、これ以上近づくんじゃねえ。もらえるもんだね。さあ、あと少しかな。そのための時間は稼いであげるよ。え、何？どうした？あれ？シドおらんで。あ、あれ？シドは？一人ぼっち。嘘つかれるの我慢してたのかな。守るって約束した。助けに行かなくちゃ。その、ああひう、怖いのは嫌だよシド。それでもエフィナは行くぞ、エフィナ行くぞ。だらー、わーわー。一時そんなオーバーに略奏でもいいのに、通れそうにない。クソ、こっちか。何この部屋、これは何。鍵だ。鍵、どっかに鍵。何これ、こっちは紙。でも真っ白だな。うーん、こういう時は火で炙る、水に浸す、逆さまにしてみるだっけ。逆さま。まあ知っとやけどね、ここ一回やっとおけ、やり直しとおけんな。どうやれば解けるか。これ8108。この紙逆さに映したら文字が見える。8108、つまり逆さにしたら8018と。8108じゃなくて8018になるわけだ。そういうこと。解けた。言っとくけどね、これもうこれ2回目やけんさらっとやりようけどね、うん、1回目でもちゃんとな、すぐにさらっと解けたからね。わかるか、みんな。わあ、
嘘でできてたんだ。びっくりした。びっくりした時の顔じゃなかった。ここで回復もできるんやな。あとはどうすればいい。上に何が、あ、部屋があるで。何これ。何この、なんだろう、ポケモンのさ、どこシティか忘れたけどさ、夏目のところみたいにワープする、ドゥンドゥンドゥンみたいな感じでワープするところみたいになっとんのよ。影に身を任せ。影？え、なんなんこれって今知っとるけどね。いや、1回目の収録じゃ、なんなんこれって感じでね、どんどん進んでいったからね。いで、これトゲトゲ、押そうとしたら刺さっちゃう。刃を恐れず。刃？刃。かっこいい名前の人だな。これ何も見えない。これじゃ進めないや。先を見通し。見通し？鏡だ。そんな感じ。どんでこんでか。わーってパート1の時はなったけど、こういう展開も分かっとるからな。やっぱ初見の状態でこの部分見せたかったと思う。視聴者さんには。やった、取れましたよ。わーわー、なんなんこれ、このボケ合いだな。ふざけ合いなんなの、やめろお前ら。ひ、ごめんなさい、ごめんなさいです。初仕事でなんでこんなことになるんですか。これがブラックキオというものですか。それじゃ上官のさ、ブレッド隊長さんたちのことをブラックキオ、ブラックキオ用の番人みたいなことを言う扱いにしとるぞ。大丈夫かそれで。あ、隊長さんたち来たで、ちゃんと。そんな感じのことをパート11回目の収録で言ったんやけどさ、これ初見の反応じゃないんだよな今は。ここは3階でしょうか。一つ上がるのに随分手間がかかりますね。ふむ、しかし嘘の塊には私たちの攻撃が効かないからな。ドラゴンの能力同士だと相性が悪いのだろうか。あれ、隊長さんたち。おや、お嬢さん、ここにいたのか。え、君の主の方が見当たらないが。どこかに行っちゃった。君を置いてか。あ、でもね、違うの。私が近づいたから、近づいたら危ないからシドが離れていったの。多分だからね、シドには怒らないでね。アイリス、あいつが今どこにいるのかわからないか。はい、しばしお待ちよ。わなな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 なっていう感じでさ、どんどん変な顔になっていって、なんかいろいろ調べを感じなんやろうな、力を使って。しかし君は大丈夫なのか。現在もこの泥のような嘘は増え続けている。つまり君は今力を使いっぱなしの状態だ。少しだけフラフラする。危ないの？ドラゴンは体は人間より丈夫だが死なないわけではない。ナイフでも何度も刺せばいずれ死ぬ。寿命だけなら人の約2倍とも言われているが、これも定かかは不明だ。あとはもう一つ、能力を大きく解放した時、つまりは力を使い果たした時だ。なるほどな。まだ小さいうちから使える量が限られている。暴走などで必要以上の力を解放してしまい命を落とす子供のドラゴンもよくいるんだ。ああ、じゃあ前回の2の時の羊の名前なんだっけな、ウィルソン君みたいなことを、ウィル君って名前だったけど、ウィルソンではなかったな。なんて名前か忘れたけど、ウィル君も命を落としそうになった感じなんやもんな、あれ。お待たせしました。上の階の通路にいるようです。しかし上の階には他の生命反応もあります。怪盗さんかも。その人が超音波で制御を外したからって言ってた。超音波。ふむ、その怪盗ならば君を元に戻すことも可能であると言えるのだろうか。とにかくはその人間に会うのが先決だな。でもこの辺りまだ嘘の塊が不安定にうごめいてるので危険です。さっきはどうやって来たの。先ほどまでも泥が不安定で通れなかったのですが、突然泥の動きが止まったので、通りさんのところをブレッド様の力で通ってきました。おいブレッド、お前やばい、やっぱりやるやないか、お前すごいな。お前さっき鍵の形をした嘘があったの。それを解いたらアイスさんが出てきたから。なるほど、その嘘の鍵というものを解けばまたこの辺りの泥の動きも止まるかもしれません。
超速理解やな。要素さかもしれませんって理解できるな。俺の頭じゃ無理。ではできることなら私たちも手伝いをしよう。ここにも二人ほどいた方がいいな。では君についていくのは一人だ。付き添いを変更する場合は前の付き添いと入れ替える形をしよう。私たちは上の方で様子を見ているからな。なるほどって感じ。という感じで、まあ1回目の収録の時も感じたんやけど、この3つの部屋にこの3人の力を使って解きに行くみたいな感じなんですが、確か1回目の収録の時パートナーはここまでだったんで、ここまでで終了。というわけで次のパート8から最終回まではちゃんと初見の状態で、パートナーだけなんでね、1回目の収録消してしまって、元に戻すことができなくなったのは、だからこんな感じで最終回まで収録してパートナーだけ後で撮り直した感じになっております。次のパートからはちゃんと1回目でちゃんと収録できとる感じになっとるんで、ご安心ください。今回のパートはすみません。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。いやー、で、ファイル消してしまって、ちょっと後からまたもう一回撮り直すことになってしまってすいませんね。次回のパートからはちゃんとまた初見の反応を見せれると思うんで、次回のパートからまたよろしくお願いします。あともう一つ言わせてもらっていいですか。知れるお前な、そんなにイケメンなんやけんな、仮面なんかつけてんじゃねえよ、こら。